はい、始まりました。本日なんですけど、先日ルームツアーの動画をやったんですけど、ルームツアーの動画をやる前っていうのはそりゃ片付けるんですよね。片付けていく最中に不要品が出たんで、そちらを今回は手放していきます。今日も結構あるんですけど、皆さんも持ってしまっているものあると思うんで、僕が手放す理由をお伝えしますんで、よかったら全部聞いて自分の持ち物も検討していきましょう。はい、それでは今日もやっていきます。レッツーゴー。それでは片付けていきます。はい、まずこちら。はい、ミニ水筒です。こちらは生命保険のポイントでもらったんだけど、全然使わないんで手放していきます。流行ってるんだけどね、使う機会がない。はい、それからこちら。はい、わかる人はわかりますよね。こちらジンズでもらえるメガネケースなんだけど、何回も買っているし、この前誕生日の時ももらったんで、メガネケースばっか溜まってしまうんですよね。なので今回2つ手放していきますね。もういいね。はい、それからこちら。はい、傘ね。ビニール傘が溜まってしまうんですよね。これ以外にメインで使っているものがあるんで、こちら2つ手放していきます。車持ってるし、男だと小雨ぐらいだったらいけるかなと思ってね、持たないで出ちゃうことも多いんですけど、それでも街を歩いてて途中からすごい降ってきてしまった時とかに、あの人傘ささないでびしょ濡れで歩いてるよって言われちゃうのは嫌なんで、その度に買って溜まってっちゃうんですよね。なので今回手放したいと思います。はい、はい、そんでこちら、収納の中で仕切りとして使っていたんだけど、いろんなもの手放してきたんで、全然何も入ってない状態で置いてしまっていたので、こちらも手放します。ね、こういうの持ってますよね。もう入れるものないんで手放します。あるね。まだまだあります。はい、こちら。はい、こちら何でしょう。本です。本じゃないんです。いきますよ。はい、こちらライトです。そうなんですよ。こちらブック型ライト、こちらね充電式なんですけど、こちら今白っぽい明かりなんだけど、こちら一回閉じると、はい、分かりづらいけど黄色い光になるんです。これ閉じるたびに変わるんですよね。こちらいいんだけど本当に使わないので、ちょっとフリマアプリに出品してみようかな。はい、こちらも手放していきます。いいけどね、そう、普通に本みたいにしまえるんですよね。次は行きますよ。マット系行きます。はい、こちら。はい、こちらフランフランの玄関マットっていうのかな。こちらね、玄関を上がったところに置くもの、そういうのってあるよね。そもそもこれって何のためにあるのかね。普通におしゃれのためなのかな。冷静に考えると、なんで置いてるのか分かんなくなって、ずっともうしまい込んでいたんだけど、本当に使いどころがなくなって、今回手放すことにします。ありがとう。はいはいはい。それから皆さん持ってると思いますけど、こちら。はい、バスマットです。バスマットね、このIKEAで買った毛足の長いね、ふわふわするものを買ったんですよね。足で乗った質感とかはすごくいいですし、気に入ってたんだけど、最近は洗ってから全然置かないでしまっていました。これね、それ以外に問題があるんですよ。どういう問題かというと、こういう問題。オーマイガー。そうなんですよ、ドアを開けるとペローってなっちゃうんですよ。毛足が長いことがあだとなりました。家に合わなかったので手放していきます。ありがとう。はいはい、じゃあついにね、最後になりました。今回はこれで最後です。最後のものはこちら。はい、こちら何でしょう。そうなんです、任天堂の Wii です。懐かしい。ゲーム機、任天堂の Wii です。今、任天堂スイッチをみんなやってる時代に Wii を持っていたんです。懐かしいよね。こちらももうずっと持っているだけで、やらないので手放していきます。はい、コントローラー、これでやってたんですよ。こうやって Wii スポーツ、こうやって、ソフトもこうやって、マリオカート、マリオパーティー、マリオコレクション、マリオ大好き。はい、こちらももう楽しかったし、やりきったので手放していきます。Wii スポーツ、これも手放します。攻略本も手放します。このマリオカートのハンドルもね、手放していきます。ありがとう、ありがとう。はい、今日はね、そんなところです。ルームツアーの時に部屋を片付けて出たもの、出た不要品、それが今日もたくさん出ましたね。それでは今日手放すもの、早速ね、全部お見せしたいと思います。ちょっと見えてるけど、それがこちら。はい、こちら。こんなに出ました。今日も大量に出ました。はい、メガネケース使いません。はい、こちら小さい水筒ね、使わなかった。
はい、こちらのボックスもいらない。はい、傘ね、もう出先で買わないようにします。それからこの照明ね、可愛いけどね、ちょっと手放そうかな。はい、はい、こちら玄関マット使ってません、手放します。はい、こちらのバスマット毛足が長くて引っかかっちゃう、ベロンってなっちゃう、手放します。はい、任天堂の Wii もう全然やってません。はい、ソフトもマリオ系多数、攻略本も手放します。今までありがとう。はい、今日もこんなに手放すことができました。すっきりしました。はい、いかがだったでしょうか。今日も大量のものを手放すことができました。収納の中にしまっておいた全然使っていないものもほっといたっていいんだけど、目を背けたくなるんだけど、そういうものも積極的に手放すように頑張っています。傘とかは捨て方が難しそうだし、ゲームとかもいつかやるかと思って持っていたんだけど、かさばる割にやる時が少ないんですよね。もう何年かほっといていました。玄関マットやバスマットは、まあ、なくてもどうにかなるんでね、もう手放していきます。今日僕は手放すところを見せたので、捨てられない方、物を手放すのが苦手な方、皆さんもぜひお家で片付けをやってみてください。今日の動画が参考になったよ、気持ちよかったよ、私も片付けたくなりましたと思ってくれた人はグッドボタンで教えてください。これからも皆さんの役に立つ情報を発信するということを常に意識しながら動画を毎日投稿していきますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。応援してほしいです。これまでにもいろいろな動画上げてますんで、ぜひ見てください。最近ルームツアーの動画も上げたんで、よかったらそちらもご覧ください。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。